ピンクにしてみたくてしてみたかったんだよね。だからちょっとしてみちゃいました、すいません。そう、今年はピンクベースにうさやべやねやんのキャラクターを入れてめっちゃ可愛い感じの T シャツにしてみました。イエーイ、まさかのピンクで、はい。でタオルもあの可愛い系ですね。タオルはあのキャラクターのそれぞれのなんか好きなもの、人参とかそういうのをね、あのイラストで描いてみました。イエーイ、ぜひ皆さんゲットして着てみてくださいよろしくお願いします。こんばんは、バラハートありがとうございます。あれもありがとう、ギフトもありがとう、貝殻ありがとう、ひとでちゃんありがとう、可愛い T シャツで、ありがとうございます。可愛くしてみました。キャラクター可愛いでしょ。ねえやんはね葉っぱなの。そう、葉っぱです。でレアヤが魚で、ウサギが人参です。女子力上がりそうな色。そうですね、女子力みんなで上げていこうね。はい、注文しました、ありがとうございます。嬉しい、なんかそう見ました、なんかみんな注文したよとかって言ってくださってるのも見ました、ありがとうございます。本当にぜひぜひ公演とかでもたくさん来てください、よろしくお願いします。今日なんか大人っぽく見える、本当嬉しい、ありがとう。珍しくあの下ろしてない、今日はちゃんとピュッてしまった。バレエやってそう、本当確かにやってそう。さかなクン何気に出演そうなのよ、ね、今日センスとキーホルダー届きました。あね、届いたみたいだね。そうそうそう、ありがとう。そちらも生誕祭ピンク一色に染めましょう。わあ、染まるかな、染まるか心配染まるか心配だけど染まるといいなね。そうでね、もうすぐだもんね、言うてあと2ヶ月もないくらいなんでね。だるまありがとうございます。生誕 T シャツもタオルもぜひぜひ、どちらもあのセットになってるので、セットでゲットしてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。最初かかった、ありがとう、嬉しい嬉しい、たくさんゲットしちゃってね。なんか19歳、20歳、21歳でこうグッズ出してるけど、かぶりがないからぜひぜひあの今年のもあの来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、セットで予約した、あありがとう、嬉しい。ポスターも届いた、あね、そうだね、ポスターとあとクリアファイルもね届いたみたいで、ありがとう、使ってください。そう、前に紹介したんだけどそれが届いたみたいで、はい、ありがとう。毎年2着ずつ購入して、ありがとう、嬉しい。ポスター大きかったね、大きかったっぽいよね、びっくりしちゃったみんなびっくりしちゃった。こんばんは、最初かかった、ありがとう。カタンカタン、あとあれだね、グッズ、あのその生誕グッズも出たけど、あれも出た、あのなんか生写真も出ました。何かというとメガネですなんかそうメガネでした。生写真でメガネかけることってそうそうないから、結構レアだと思います今回。そうみんなメガネかけてて、そうなんかね秋服みたいな感じだった。めっちゃ可愛かった、あれすごいね、好き。ベレー帽、ピンクのベレー帽にロングスカートチェックの、そうめっちゃ可愛かった。あれオフショットまだ出してないから出すね。そうメガネかけてました。そうあの時になんか衣装でそのメガネして、あメガネ欲しいなと思って、おしゃれメガネ欲しいなと思って買った。あのあとそうメガネ超美人で、もうスマホ投げスマホ投げちゃった、キャッチするね、じゃあ私がそうメガネなの、メガネメガネ
そう、なんか頭良さそうじゃない？頭良さそうに見える感じの生写真です。服可愛かった。そう、おしょっと乗せますね。確かカタン、ありがとう。こんばんは、こんばんは。首にかけてるネックレスには本当これね、面白いんだよね、このネックレス。あれ、あった。なんかさ、キーホルダーみたいなネックレスなんだこれ。ほら、あ、ごめん、ここ前怪我したところ、こういうキーホルダーみたいな、こういうネックレスなの。面白くない？ほら、これがネックレスなの。面白くない？これつけてる今日。そう、これ、イエーイ。前モバメ見て分かったけど、インスタ見たらパンダ焼きかと思った。あ、ストーリー載せたやつ、あれね、パンダ焼きに似てるよね。あれね、ベビーカステラなんだ。そう、ベビーカステラね、食べた今日。差し入れ、うん、差し入れでいただいて食べました。よいしょ、クチェーンなんだよ。家ではメガネはしますね、します。私目が悪くて、もともとそうメガネでコンタクトしてるんですよ今。そうだから寝る前とかはメガネですね。あとなんかもうなんていうの、配信もしない時とか、配信する時はコンタクトつけます。そうそうそう、インスタの格好可愛かった、可愛かったでしょあれ。そう、ベビーカステラ、なんかパンダのベビーカステラで写真撮って、あ、なんかほっぺ足したいなと思って、ほっぺ足したらなんかこれベアイアっぽくしてみたいなと思って、いろいろお絵かきしちゃった。うん、美味しかったよ。なんかいろんな味があった。いちごとチョコとカスタードとレアチーズがありました。お豆の耳内の見つめてるやつ好き。あれ面白いでしょ。そう、メールで送った。話しそうな顔してる写真送った。メガネのさえちゃんも見たいです。ぜひ生写真を。ぜひ生写真をゲットしてくださいとか言って。次の配信ではツインテール。やったし、ツインテールはあんましないんだよな、私あんましないよ実は。ヤホヤホン。でもあれだよ、おしゃべり会の日、メガネする日あるよ。9月6日の一部だけします、ぜひ。宣伝しちゃった。宣伝しちゃった。ちょっとそう、でも今本当にあの、そうちょうど再販してて、そのメガネが最終受け付けなんで、ぜひ。ぜひよろしくお願いします。しかも制服だからね、その日。そう、なんと今募集中の9月6日の、まあ、平日なので、その日一部二部なんですけど、一部がね制服でメガネちゃんなので、ぜひぜひぜひ。そうそうそう、宣伝うまい、本当やった。ちょっと、あ、これは宣伝の流れかなと思って宣伝しちゃった。よろしくお願いします。明日のね14時までです。4日の分と、9月4日と6日の分が最後なので、ぜひぜひお願いします。こんばんは、こんばんは。今日はね前髪作ってよ、ちゃんと。こんばんは、こんばんは。メモメモありがとう。ポニーテール見せて。ポニーテール一応巻いたんだけど、まあ巻いてあるか。ベビーカステラ食べる日作ろうよ。食べながらやっていいの？絶対ダメでしょ。ヤホヤホヤホン。やんちゃな方は撮ってる。あ、本当ですか。2部ありがとう。かわいいかわいい、ありがとう。まあ平日一部って間に合わない人もいるもんね、そのお仕事とか。ぜひ間に合う方は
貴重なメガネ姿を見に来てください。そして真面目キャラなんでよろしくお願いしますそう、やほやほやほ、今日はめっちゃお気に入りです、ありがとうございます。生誕 T シャツ可愛かった、可愛いっしょ今年、可愛いんよ今年めっちゃ可愛いんよ、ぜひゲットしてください。真面目キャラ、そう真面目キャラ、笑ってくれない？ん？で今の顔やば。やほやほやほん。あ、真面目キャラの時ってこと。あ、そういうことね。真面目キャラの時、笑うけど。わかんない。まあとりあえず見た目は真面目だよね。うん。見た目は真面目かなーって感じかなー。ギター公演が9月だから8月にさゆギター配信あったりしますか。するか、じゃあするか、来週の月曜日とかどうですか。タオルは何の絵。タオルは動物のなんか好きなもの。2部はね、やんちゃになるんだ。9月6日でしょ。生誕ティーズピンクです。そう、ピンクなの。ピンク真面目でも笑うやろ、確かに笑います。じゃあ笑います。ギター公演のグッズも楽しみ。あ、今日もね、グッズについてお話ししてきました。やほやほやほん、最初から買った、ありがとう。結構濃いピンクでね、濃いかな、なんだろう、なんかでも薄ピンクって感じかな。でもピンクだね間違いなくピンクだけど、ま、濃いピンク、ビビッドピンクみたいな、そういうあれではないかな。なんかまあ可愛い系ピンクみたいな感じかもしれない。そのなんかウサーヤの色にしたくて、そうピンクにしちゃった。最初から、ありがとう。ピンク着るの慣れてんの、さすがやん、さすがやん。キャッピキャッピ、ポニテかわいい、ほんとやった。まあなんか下ろしてることが多いからね普段。そう、でもなんかその実物届くのが結構楽しみである。私もちょっと着るの結構楽しみなんだよね私もあんまりピンク着ないじゃないですか。でもピンク好きなのよ、ほんとピンク好きだから、ちょっとピンクにしちゃった。そう、おじさんでも似合いますか。似合うに決まってるじゃん。もしビッグつかされたらビッグ入る気があるな。あ、ほんと久しぶりに来ました。こんばんは、ありがとう、久しぶり。頑張ってきます。来てください、ぜひぜひ来てください。ねえやん初ですからね、 T シャツにプリントされているのは。手書きなんであれ全部ね。実際ね、届くの楽しみですよね T シャツ。着るの楽しみ、なんかどんな感じで着ようかな。ヤッホーヤッホー、女子力上がる上がる上がる、女子力上がる。こんばんは。デザイン可愛いでしょ。そう、真ん中にソネイヤンがいる。劇場できるなら全然問題ない。そうだよね、そうそうそう、そういうことよ、まあグッズはね、まあ普段着るのは厳しいよな。去年のは割といけたけど、まあでもそのギター公演の方のグッズは普段でも着れるタイプだと思うのでそれぞれのデザインを楽しんでください。
最近ハマっていることは何かありますか？最近ハマってることは何だろう。最近ハマってること何だろうな。何だろう。あ、でも辛いものめっちゃ食べてます。すごく本当にもう辛いの大好き。そう、今着たら髪型めちゃめちゃ似合っててびっくりしました。ありがとうございます。嬉しい。そう、最近はまあ辛いものにハマっているっていうかよく食べてるな。あとはなんだろうな、そう言われるとちょっとわかんないかも。ギター練習はしていてハマってるものか。カレーも辛いのが好きですね。なんだろうね、ゲームはしたいなとは思ってるけど別にしてはいないんだよね。そう、そうなんだよね。それが結婚したいメンバーは誰かな。結婚したいメンバー誰だろう、誰だろう。あ、でもあのリカさんとユカさんがドレスの写真をインスタに載せてたじゃないですか。めっちゃ可愛くて結婚したいと思いました。めっちゃ可愛かった。ウェディングドレスめっちゃ可愛かったから結婚したいです結婚したいですね。バラありがとう、ありがとうね、ギフトありがとう。どっちとして、うわ、どっちとしたいはちょっと困っちゃうなどっちもしたいDD だ。ウェディングドレスみたい。本当？私が？どうだろう、生写真とかでないかな生写真とかでやってくんないかダメかな。まあでもドレスはねいいよね。なんかめったに着れないから着てみたいとは思います。ね、ドレス似合いそう。本当？どうだろうか。やほやほやほー、結婚式場の案件どういう案件あ、ドレスのモデルさんとかできるかなドレスのモデルさんみたいな、できちゃう。あ、そうだね、前にそうだね一回ロケでその結婚式場には行きましたね。うん、でもあの時はなんかドレス着るとかそういうあれではなかったかな。え、懐かしいねそれ。嬉しかった、ありがとう。ウェディングドレス着すぎると結婚の時期が遅れるらしい。ああ、それ言うよね。どうなんだろうね、それ言うよね。そうそうそう、
本当なのかな本当なのかなどうなんだ。全力こまねちやってた。え、夏してたわ。でもまずそもそもその結婚式に行ったことがないんだよね。行ったことないんよ。でもなんかそのなんていうの、アイドルにならなかったらそういうその結婚式場で働くようなお仕事したいなってちょっと考えてたことがあって、だからそのオープンキャンパスとかは行けました。そういうブライダル系の専門学校のオープンキャンパスは行って、そうなんかドレス着ましたよ来た来た、ウェディングドレスみたいななんか着させてもらいました。ってことは結婚遅れますねもう遅れる。そう友達と一緒に行って、そうウェディングプランナーとか、そうそういう系のプランナーとか、あとなんだろう、なんかそういうドレス関係、衣装関係とかメイク、ヘアメイクとか、なんかそういうのいいなって思ってたから行ったけどって感じ。いやそんな気しないけどね。私の MC、 あ、私 MC MC 得意じゃないんだよな。喋れるかしら。うちの姉がやってた。あ、そうなんだ、いいね。ねえ、なんかオープンキャンバスとか懐かしいな。そうね、専門学校とか、あとまあ普通になんか大学とか行きましたね。うん、ちょうどなんかそういうなんていうの、将来を決める時期みたいなあれだったんで、そうだからその NGT のオーディション受かんなかったらやめようって思ってた。星ちゃんありがとうございます。でもね、NGT オーディション受かったのでよかった。本当になんかそうやりたいことがなくて、アイドル以外になかったから本当によかった。本当にそうアイドル以外にやりたいことなくて、その進路希望の時に書くじゃないですか、なんか何々なりたいみたいな、なんか書くのよ。それ本当になくて適当に書いてたもんアイドルとか書けないから書けないから、もう内緒でなんかもう自分だけしか、なんていうの、もう誰にも言ってなくて、そのアイドルになりたいってことを本当に誰にも言ってなくて、親にも言ってなくて、だからずっとなんか適当に書いてた。専門学校行きますとかって書いてた。そうそう、でなんかさ高2ぐらいだったのよ、その時高2の終わり頃とかかな。それでなんかさ三者面談とかさ二者面談とか始まってくんのよ。でなんかそう、そこでなんかどうしますかとか言われるじゃん。どうしますかとはみたいな本当に私本当にやりたいことないって思って焦ってたよね。だからかけてたよね NGT に。そうよかった本当に本当に行動してよかった。私アイドルになってくれてありがとう。こちらこそありがとう。いやよかった本当合格して本当だって合格してなかったらどうなってたの私って感じ。みんなに会えてなかったと思うと厳しい、結構厳しい。
さすがにアイドルとは言えなかったね。何になりたいですか？アイドルですとは言えなかった。応募は何で知ったの？もともとそのアイドルめっちゃ好きだったから知ってたんよ。そういう48グループとか坂道さんとかすごい好きだったから知ってて、で NGT のオーディション始まるって知って、えこれは受けなきゃって思ってそう受けました。うん、 NGT を見つけたきっかけ、きっかけでもなんだろう、48グループ好きだったから知ってたよね。そう、1時2時合格は友達に言った。え、誰にも言わなかった、誰にも言わなかった、家族だけ。あ、違う、1時合格は誰にも言わなかった、本当に誰にも言わなくて、2時合格は家族に言っただから2時は内緒で一人で行った。ヤホヤホ、最初オーディションでアイドルオタクって言ってたもんね。そう、好きだった。合格する自信なかったよ、なかった、本当になかった。オーディションで気になっていたメンバーは、あ、でもなんかそのヒノはすごいオーラがすごいなって思った。その子役オーラとかがすごいな。道に迷わんかった？なんか直感で行きました。こんばんは、こんばんは。でも最終オーディションでその番号を言われるときはめっちゃ緊張した。本当にそれが最後じゃん、だって。これ言われなかったら終わりって思ってたから。緊張した。なんかあれさ、番号がさ順番じゃないから分かんないのよ。でもなんかさ飛ばされた時ってちょっとあって思うじゃん。バラバラとはいえあれ飛ばされた時結構あダメだったんだって一瞬思った私。でもなんか飛ばされた後に飛ばされてその何回目だろう、何人か後に自分の番号呼ばれて嘘でしょみたいなえみたいになってびっくりしたよね。え待ってみたいな、ええみたいな、受かっちゃったみたいな思ってびっくりした、本当にえみたいな。そうビビったよね、びっくりして。そうで、それで、ね、なんかその合格者ってそれ なんとかニュースとかに載るじゃないですか、 LINE ニュースとかさ載るじゃないですか。それで友達にバレてそう言ってなかったから友達バレて焦った、焦ったよね。誰もありがとうございます。焦った焦った。こんばんは、こんばんは。そうそうそう、オーディションで初めて、そう新潟来た、初めて新潟行きました。誰もありがとう、ひとでちゃんありがとう。友達の反応、え、もうびっくりよね本当びっくりよね、みんなびっくり。集合写真の端に美人って、本当誰かしら尊い、ありがとう。ニュース見たよって感じ。いやなんかそんな感じでもなくて、そのなんだろう、言わなかったことにちょっと怒られて、なんかじゃバンドの子にバンドやってた子に発見されてしまって、そうえどうするみたいななってそうちょっと罪悪感、言ってくれなかった、言わなかったたことに対してのちょっと罪悪感があったよね。でもめっちゃ応援してくれてる、本当に。
茨城の顔好き。本当？私も茨城です。そうそうそう、ハートありがとう。ねえ、そうなの。でもそう、応援してくれてるからよかった。最初センターで挨拶した。センター？あ、名前順がね、ちょうどそう真ん中だったね。友達劇場に見に来てくれたことは一回もないよ一回もない、一回もない、そうそうそう、一回もないよ。そう、実は一回もない。そう、なんか、うん、笑っちゃうよね。ショールームないんじゃない？なんだよ、うん、うん、おしゃべり会も来たことない。握手会もないねないです。呼んであげて招待。なんかでも地元でできたら一番いいのかなって思ってる。地元とか、うん、むしろお互い恥ずかしい。そう、恥ずかしいんだよね私結構結構恥ずかしくてあんまり見てほしくないタイプの人だから、ホームシックにはならないんですね。サーヤの友達気になる？本当？みんな可愛いよ。互いそわそわどうだろうね、どうなんだ。公園はともかく普通にお話できるもんね。まあそうだね。みんな元気かしらって感じ。本当に恥ずかしがらないで。いや別にまあ来たら来たでいいんだけど、そう、うーんって感じ。新潟に来てくれて嬉しい。え、そうやって言ってくれるのが嬉しいよね私は。そう、嬉しい本当に。なんで、え、ありがとうって言われるじゃないですか。なんかよく新潟に来てくれてありがとうとか、アイドルになってくれてありがとうとかって言うんですよ。そのファンの方は言ってくれるんですけど、いや、え、みたいな。ありがとうっていうのは私であって、そう、本当になんか、そう、応援してくれてありがとうって感じなんだよね。だからそう、みんなが感謝するのは、うん、まあ、嬉しいけど、そう、でもありがとうっていうのは私が言う言葉だからって思ってる。こんばん、こんばんは。生まれてきてくれてありがとう。あ、まあ、それはありがとう。うん、すごい、みんなありがとう。いい言葉だね、ありがとうって。ありがとう、ありがとういい言葉だ、ありがとう。私に憧れて入ってくる子いるかな。どうなんだろうね。あ、逆に他のグループだったら知らなかったかも。まあそういうこともあるよね。そうだよね、確かに。なんかね、 NGT だから応援してくれるって方もいると思うし、そうね、不思議よね人生って人生は不思議だ本当に。メンバーと会えたのも本当に嬉しいし、怖いな。だってなってなかったら知らない人っていうかさ、自分が一般の方で、え、だって
みんながアイドルでしょ。信じられないんだけど。やだ、悲しい、そんなの悲しい。よかった、慣れて。深いね、なんか深い話になってきた。でもすごいよね本当に。だってここ入ってなかったら会わなかった人なんてめちゃ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 おるやん。めちゃ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 におるやん。ファンの人も会わなかったし喋らなかったんでしょ。だって怖いよそんなの。メンバーも知らなかったし、スタッフさんとか知らなかったし、他のグループのさメンバーとかも、もう本当にアイドルって感じなんでしょ。そこがそこで怖い本当。私はNGT で一番気になってます。え、嬉しい、ありがとうございます。やった、おしゃべり会来てください。ありがとうございます。え、私どんな世界線でもアイドルになってたと思いますか。本当にそんなことある、ありがとう。でもやったね、うん。でもね、なりたかったから嬉しいよ、なれて。私はちょこちょこ挟んでんだよね私。ありがとう、ありがとうございますね。え、ありがとう本当みんな。まあファンの方同士もそうだよね、確かに。そうだよね、確かに。すごいな、もっと売り込みましょう。売り込みますか。コスプレ見れるのもね、そうだよね。歌ってるサーヤが一番好きです。おお、嬉しい。あ、アイドルイコール NGT なのか。そっか、嬉しいな。でもそれはうん、確かに。でもそうだとさ、他のグループだとね、会えなかったってことになるからね、すごいな。すごいね、いいグループだよ NGT は。ねえ、今回オンライン申し込みして、ありがとうございます。やったね、ありがとう。ありがとうございます。ギフトありがとう。すごい、ありがとう合戦になってる。いいことだよ、いいこと、いいこと、いいこと。そうだよね、新潟の方ね、押してくださる方多いから、嬉しいね。まだ見つかるべき。ありがとうございます、頑張りますね。嫌いなものとか部活とか共通点があってすごく気になってる。そうなの。共通点あると確かにいろいろ話せるよね。いっぱい話しましょう。じゃあぜひぜひ、ありがとうございます。まあでも私の場合は結構その、私が県外のメンバーだから、県外出身メンバーだから、新潟の方だけじゃなくて、結構その地元の茨城の方とか、まあ他の県外の方とかも応援してくださる方が多いので、嬉しいことですよね、それは。やほやほやほね。まあ今はなかなか県外の方が来づらい状況ではあるけどね。ね、そうだよね。
今日なんで深い話になった、確かになんで、なんで深い話になったの、どこから、どこか、あれじゃない、なんかメンバーで結婚したい人は誰ですかってなって、ゆかさんとりかさんがドレスの写真あげてましたよねってなって、あ私もそのアイドルにならなかったらそういう結婚式とかのお仕事したくてオープンキャンパス行ったんですよって話になって、本当にアイドルになれてよかったですって話してから深い話になったそうなんかね、そこから深い話になっちゃったよね。そうちょっとね、たまに語っちゃうことがあるんで、そうそこからだよね、結構広げたよね、うん、なんか生誕祭今日今日私生誕祭、ここでもしかしてスピーチしちゃってるよ今、大丈夫そう、結構45分もスピーチしてるけど大丈夫45分とか長すぎでしょ、みんなびっくりしちゃうね。タンオメありがとう、ありがとうございます。ゆかさんより長い確かに確かに、リハーサル、あ今リハーサル、あリハーサルだったの、そっか、じゃちょっともうちょっと巻いてくださいって言われるかもしれない東京のフェスでもっとさやが見つかりますように、頑張ります、頑張ります、ロングスピーチ、でもどうなんだよ私、そういうスピーチ今までしたことないからさ、できるかな、誕生日おめでとう、ありがとうまだないよ今日違うよ、今日リハーサル、そう公開リハーサル、最終の新幹線間に合えばいいよ確かにスピーチ長すぎ途中でみんな帰っちゃうかもしれないそうそうそう、もうランプついてるのに話しちゃったみたいなやばすぎる本当に、めっちゃスピーチしてたわ、深い話になっちゃった、生誕祭のメッセージ、どうだろうね、どうなんだろう、できるのかな、わかんないな、でも一回もやったことないからやってみたいよね、そのなんか自分だけのサイリウムでこう一色になってるのを見たくて、すごく見てみたいからそうそうそう、みんな来てくれると嬉しいなとは思う、ピンクとオレンジと水色、そうだね、結構カラフルね、ギター公演でなると思うけど、確かにそうじゃんでも分かんないよ、なんないかもしんない、もしかしたらなるかな、なればいいけど、呼ばれますよねみんなピンクの T シャツでー、ギターコインってどうやったら当たりますか、当たる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 、ならなかったら逆にやばい、やばいか、どうだろう、え、そしたら私それが初めてだわ、初めて見る、テレビで全画面にしてみる、さやは格別、今全画面なの、え、ちゃんといい顔しなきゃ、楽しみですね。
まあ、こんばんは。すごくいい、本当。今ちょっと止まったよね。ごめんなさい。充電をしないとね。仲間じゃん。もう私と同い年じゃん。おばさん扱いされないぞ。やったね。ではランキングを読んでいきたいと思います。13位の方から読んでいきます。13位、ロングさん、ありがとうございます。なんだこれ、穴が出てきた。12位、マジの鼓動愛さん、ありがとうございます。11位、ケオさん、ありがとうございます。10位、ヤヘさん、ありがとうございます。9位、イティさん、ありがとうございます。8位、フサクさん、ありがとうございます。7位、ホークさん、ありがとうございます。6位、山田さん、ありがとうございます。5位、カズヤさん、ありがとうございます。4位、アキヒロさん、ありがとうございます。3位、ダイさん、ありがとうございます。2位、千佳魔術師さん、ありがとうございます。1位、山エリカモゴーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、今日もコメントもギフトも見てくださった方もありがとうございました。また見に来てね、ぜひぜひ。ありがとう、こちらこそありがとうございました。なんか今日は謎に語ったりとかしてましたけども。はい、まあそうだね。何を落としたんだっけ。あ、そう、生誕 T シャツのタオルと T シャツもゲットしてください。あとメガネちゃんの生写真もゲットしてね。あと再販が、明日のおしゃべり会の再販が明日の14時までなので、そちらもぜひぜひよろしくお願いします。ではまた見に来てください。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。またねー。